はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。産経新聞にね、こんな記事が出ましたね。産経新聞に限らず、これあっちこっちに出てますけどね、私が今見てるのは産経新聞でして、17時8分に出た記事でして、首都圏のマンション平均価格は6750万円と。これね、一月に一回発表されます。ちょっと読みましょうか。不動産経済研究所が18日発表した10月の新築マンション市場動向は、首都圏括弧1都3県の1戸当たりの平均価格が前年同月比 10.1% 上昇の6750万円で、10月として、昭和48年の調査開始以来最高となった。令和3年の年間を通じてバブル期を超え、最高値を更新する可能性が強まったと。今年1から10月の平均価格は6565万円で、平成2年に記録した年間の最高値6123万円に3万円を上回っている。研究所の担当者は、消費者の住宅取得意欲は引き続き強く、令和3年は最高を超えそうだと見通しを語った。10月の発売戸数は 38.8% 減の2055戸。11月以降の商戦を控え、郊外の物件が落ち込む一方、東京都心の高額物件の割合が高まって平均価格を押し上げた。発売月に売れた割合を示す契約率は、甲府庁の目安とされる7割を超えたということでございまして。まあ、短い記事で以上なんです。6750万円ですね。6750万円。確かあれは国税庁が発表します日本人の平均年間給与所得ですね、450万円です。ちょうどそれがですね、1人当たりの GDP と同じぐらいになっていますね。4万ドルいかない、3万8000、なんかそんなんですね。1人当たり、450万円ぐらいちゃうかな。550兆円。割る1億2500万、そうですね、440万円。ちょうど1人当たりの GDP あたりですね。で、それの15倍です。笑ったらあかんのですけどね。1人当たりじゃあ、年収の15倍で、首都圏ではマンションを買います。これ首都圏の平均で、ですから、23区の中で、23区の端っこの方がそのあたりではないかなと。今、練馬区でこんなもんなんですよ。私が見てると。6000万円超えてるやん、練馬でという感じですね。足立でも一部超えてますね。葛飾あたりまで行って、やっと、もうちょっと安く買えるかなという感じになってます。南の方に行きますと、大田区でももうこんなもんですね、普通のマンションは。川崎まで行くと、もうちょっとだけ安いかなという感じです。まあ、大田区も場所によりますけど。中央線走っていったら、どこまで、これで6700で買えるのはどの辺でしょうね。いや、どうでしょう。立川のあたりまではみんなこれぐらいの額で買えるかどうかというところでじゃないですかね。いやー、それくらい高いです。これがですね、なんでやねんっていう、私はなんでやねんって聞かれる仕事をしてるんですけど、もうね、理屈で説明できません。買う人がいるからなんですよ。これでもね、6750万円のマンションって普通の人買えないんですね。その450万の年収の人が自力で買おうと思ったらほぼ無理です。450万の。だいたいローンがおりません。ローンはせいぜい8倍ですね。8倍ということは、450万の人は3600万ぐらいまでしか降りないんじゃないかな。
450×ですね、8でしょ、うん、そう3600万ですね、3600万までしか降りないわけです。そうするとですね、3300万ぐらいの自己資金を用意しなきゃいけない。まあこれはですね、時々相続でそれくらいあんねんという人がいるんですよ。いるんですよ。あるいはその前のマンションを売って残りが、あの手残りが3000万あんねんとかいう人もたまにいます。まあそういう人は450万でも買えますよ。でもローンの払いがものすごいきついですけどね。で、普通の人はもはや買えません。もはや買えん。6750万のマンションは買えません。6750万、仮にですね、6750万をフルローンで、借りるために年収を8で割ると843万円の人がギリギリ買います。843万円ってちょっとこましなサラリーマンですね。45歳ぐらいで普通の一部上場のメーカーぐらい勤めてるとそんなもんでしょうかね。つまりですね、ほぼほとんどの人は買えないということになります。ほとんどの人は買えないということになります。新築マンションはね。で、中古が安いかというと、安いのもあります。古くなると安いです。築浅といいまして、まだ築10年ぐらいまで、築1桁ぐらいまでありますとですね、もうその新築に迫っていますね。都心だとほとんど変わらないという状況になります。ですんでね、これね、6750万という数字はですね、どこからどう考えても高すぎるんですよ。で、なぜバブルの時より高いって言ってるわけでしょ。あの平成バブルの平成2年とか、あの辺よりも高いんですよ。も異常なんですけども、これが維持されてるというのは買う人がいるから、全てそこに集約されます。買う人がいなくなれば下がります。でもこれでもまだ一生懸命買わなあかんっていう人でいるわけですよ。で、世の中でそんなもそのうち下がんでこれって言うてんのは、ちょっと名の知れたですね、専門家であればですね、ほとんど言いません。私ともう一人か二人ぐらいじゃないんですが、下がんでそのうちって暴落すんでって言うてんのは、ほんまに。なんで上がってきたかっていう、その買う人がいるわけなんですけど、買う人が買える状況にあったというのが一つ言えますね。買える状況というのはお金があったという状況、あるいはお金が引っ張れると、住宅ローンなり何なりが引っ張れるという状況があったというのが大きいと思います。いわゆる金融緩和ですね、金利が下がって。で、もう0コンマの金利で住宅ローンが引けるわけですから、それはそれはね、なかなかね、昔だったら買えない人も買えたわけですね、それで。だって今、年収の8倍とかって私ここで計算しましたけど、昔は5倍、6倍降りるかなっていう感じですよね。金利が 3% とかあの時代は、年収の6倍のローンが降りますかねっていう感じ。今は8倍ぐらいまで頑張ったら降りますからね。で、金融機関も借りてって言うわけですよ。あ、金融機関がなんで借りてって言うかというと、今0コンマ4でもですね、0コンマ5でもですね、借りてくれる人がいればありがたいわけですね。なぜ置いといても1円も金利が入ってこないわけです。で、住宅ローンっていうのは保証会社が入ってますから、取りっぱぐれはないんですね。いざとなっても全部取れると。で、必ず金利が入ってくるということで、一番手堅いわけなんですよ。企業に貸したって今0コンマ1とか0コンマ2ですからね、大企業、一流企業に貸すと。まあ、そんなよりもね、個人の住宅ローンで倍の金利が取れたら、貸す貸す貸すって。ほんであれは変動金利ですから、あれです。金利が高くなったら、はい、上がりましたって言ったらいいだけの話なんですよ。それは金融機関貸したいわ、ということですね。だから一生懸命借りてっていうキャンペーンやってるでしょ。でいつ下がんねんっていう話がよく聞かれるんですけど、それはみんなが買わんようになった時なんですよ。みんなが買わんようになるとどういう時かと言いますと、景気が悪くなる時です。景気が悪くなって、この先あかんやんって、もしかして下がんのちゃうのっていう時にはみんな買わなくなります。で、今のところですね、日経平均そうそうですね、崩れる気配を見せていない。ちょっと岸田内閣ができた時に、やばいかなと思ったんですけど、いや、また持ち直してますね。結局のところお金が余ってるんですよ。なんでお金が余ってるかっていうと、日本銀行がじゃかお金を市場に供給してるからなんですよ。で、これそろそろやめんのかなと思ったらですね、あれがコロナが始まったわけですね。で、コロナが始まってですね、
どうしたかというと、今度は政府がジャガジャガと供給、赤字国債を発行して、ジャガジャガとお金を供給したもんですから、またバブルがですね、しぼみかけたバブルが膨らんで、去年、今年を膨らんでるんですよ。その結果がこれに表れてるわけですよ。6750万で。ああ、っていう感じですけどね。で、今、アメリカがテーパリングっていうのを始めまして、金融緩和の縮小っていうのになってます。そのせいでですね、アメリカの金利が上がってですね、アメリカの金利が上がりますと、ドルが上がります。ドルが上がるということは円が下がるということでね、今日も114円とかさまよってますけど、そういう状態になるとですね、日本がどんどん貧乏になります。でアメリカはテーパリングやってまして、もうすぐ今月中かな、金利上げるそうなんですね。でヨーロッパも金利を上げていきます。日本だけです、もうね、もうすぐ丸9年金融緩和やりっぱなし。で日銀の黒田さん辞めるつもりはないんでね、もう多分10年やりっぱなしになる。今まで世界経済史でね、10年間も金融緩和やり続けた例なんてないと思うんですよね。だからもうむちゃくちゃなんですよ、今黒田さんのおかげで。あのおっさんがこれ膨らましているようなもんなんですよ。あのおっさんがだから就任してからドワーッと上がってるんですよ。就任したのは2013年の4月です。もうそこから目に見えて上がってきました。で丸9年、今8年半ですね。でこんな状態になって、でまだ買う人がいる。買う人はお金があるから買う。お金があるのは金融緩和してるからと、こういう理屈でございますね。ですんでこれ当面まだ上がりますよ、買う人がいる限りは。ですんで6750万があと1年経ってみたら7000万に近づいてるでしょうね。でもまあどこかで下がるのは確かなんですよ。黒田さんが2023年の4月に辞めますから、それで金融緩和は多分終わるはずなんですよ、いくらなんでもね。その後でしょうかね、下がるのは今から見えてるのは。そうではなければ中国の不動産バブルが今崩壊してますけども、それが崩壊してそれがドドドドドッとこう、波になってくるということになれば、何かが起こってですね、景気は悪くなると思われます。2008年のあれは9月でしたか、リーマンショック起こりましたけど、あれはね、その1年前のパリバ証券っていうね、フランスやったかなの証券会社がすっ飛んだんですね。その1年後にリーマンが飛んでるんですけども、1年間やっぱりね、助走期間があったわけですよ。サブプライムローンが原因ですけど、今中国の不動産が怪しくなったのはこの9月からですか。まあその前から怪しいんですけどね、まあ6月ぐらいが起点だと考えれば、来年あたりにですね、ドガンと大きな影響が起こって、世界中にギャーっていうのが響くかもわかります。もしかしたらそれがきっかけになるかもわかります。それがならなければ23年の4月の黒田のおっさんの交代を待つしかないなというのが今の私の考えでございます。これ一応産経新聞のサイト貼っておきますんで、私読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。